すごくなんかいかにも古そうな音楽って感じしませんでしたか。これはね、60年代に映画音楽に使われてもおかしくないっていう、ただこの60年代にどうやって届くかっていう問題もありますけど、オープニングナンバー、あの別に来ました、東京オリンピックマーチっていうのに、グッと来たでしょ。さすがフスカとか、マラソンはアベベとかね、古い選手の話ばっかり、その辺の話で話が上がる人は半分ぐらいいますかね。さすがフスカ、アベベだとなんかね、結構渋いとこ知ってますよ。東洋の魔女、東洋の魔女、それそう、そうそうそう、東洋の魔女、あの駒沢でね、大松監督ですよ。あとね、体操、遠藤幸男、選手代表、小野隆ってあの先生やった人がいますよね。覚えます、小野隆。あとソ連の、なんだっけな、宇宙リアルのヘビークネス、ジャパチンスキー、それ知らないか、渋かったかな、よく覚えてますね。いや、すごいですね。オリンピック入り込んで見てたんでね。いや、このようなことは話さないとね、なんか本当は次行くようだったんですけどね、やっぱりもう、なかなか行きづらくてね。あ、で、明治、今の曲の題名は、あ、今の曲、ランブル。はい、ランブル。うん、ランブル。ランブルという曲で、だから、あの、すみません、酔っ払って、さまよいを歩いてるっていうようなイメージを、曲にしたんですけど、多分なかなかシングルヒットはしないと思いますけどね、ライブでこうやって皆さんにお届けするのが一番、だけど、出してここじゃないですけど、こうテイクテイクで演奏するとね、すごいいい感じになるなと思ってるのは私だけでしょうか。そうですね。ベースがいい。ベースがいい。やった。高いベースなんです、あれ。そんなことそういうことじゃない。わかりました。もう一つ、今度早いスイングの、もう一つ、オリジナルの方がお届けしましょう。スイングインプルThank you.
はい、ありがとうございます。どうですか、結構なんですかね、ブルースなんだけどジャズ寄りっていうか、まあ、ジャズでもブルースでもないその真ん中みたいなものをなんかやってみたらかっこいいなと思って。